こんにちは。ステージライフをご覧の皆様、劇団6番シードの小澤和之です。よろしくお願いします。今回のお芝居はですね、極上のグズグズコメディミステリーっていうんでしょうかね、まあ、2話構成という、まあ、僕ら劇団としては初の試みなんですけれども、通常まあ1作品、1ステージやるんですけれども、1話2話という2部構成になってまして、それぞれのお話が独立しています。でその、2つの話に、活躍する探偵のお話です。その2人が事件を解決していく、その様を皆さん楽しんでいただければと思ってます。私の役どころは第1話第2話という2部構成のうちのその第2話の犯人役です。はい、これは情報解禁 OK のところです。むしろその上で、主役の探偵のコンビがどう謎を解き明かしていくのかというところが焦点になっています。で、私は役どころとしてはイタリアンレストランのオーナーシェフ北見修役ですね、として今回やらせていただきます。実はこの稽古をですね、公演自体が本当は4月にやる作品だったんですが、ちょっとうちのその主催がですね入院してしまいまして、それで一旦延期ということで、満を持して、この8月6ヶ月連続公演のファイナルの回に、ようやくやらせていただくことになりまして、で、そういった意味では稽古少し、半ばという感じではあるんですね。で、その中で私が感じておりますのは犯人役なんですけれども、私が犯人ですみたいな、いわゆる犯人オーラみたいのはちょっと出さないでほしいというところを言われてまして、ごくごく普通の人物をやってくれと。そしてこれ名前出してもいいんですかね、古畑任三郎シリーズのシリーズの流れといいますか、やっぱりあのシリーズも犯人役というのがあって、でそういった犯人の方々のその立ち回りといいますか、そういったものをちょっと参考にしてもらえればということもよく言われています。今現在分かっているところでは、そうですね、主役の2人のグダグダ感でしょうかね、シーンで言えば冒頭なんか特によくわかると思います。でそういったもう普段本当に、手たらく日常を送ってるその主役2人がかっこよく事件を解決していくっていうところの楽しみを味わっていただけたらと思ってます。はい、劇団6番シード6ヶ月連続公演第6弾フィナーレになります。フィナーレですよ皆さん、ボイルドシュリンプクラブ2012年8月15日水曜日から19日日曜日まで、池袋のシアター喝采で、やらせていただきます。極上でグズグズのミステリー、ぜひ味わってみてください。お待ちしてます。